私あの開幕からもう2ヶ月半ほど経過しましたけども、はい、まあ、ここまでこう、まあ、特にこう頑張りが目立つ選手などもいらっしゃれば挙げていただきたいんですけど、頑張りが目立つ選手、まあ、というとね、まあ、選手、まあ、こうやって僕初めて監督するんですけどね、まあ、頑張るという意味で言えば本当にみんなね、全員こうよく頑張ってるなという、印象なんですけども、まあそういうの伸びてる、まあ、そういった見方で言うと、まあ、新人の柳田なんかね、入ってきて、まあ、常にフルスイングを心がけながらね、数字としてもまあ残してるし、まあ、今宮だとか、まあ、山下、まあ、これ新人若い選手になるんですが、まあ、やっぱり伸びてるという観点から見るとね、どうしてもまあ、ある程度の中堅選手たちは、まあ、維持っていうか、いいコンディションを作るための日々が過ごしているわけで、まあ、そういう若い選手に目立ちますよね。はい、まあ、特にルーキーの2人よく試合に出てますけども、はいはい、どういったところにこう変化を特に感じられますか？そうですね、まあ、毎日まず全力でプレーして、持ってる、まあ、パワーをつけるとかスピードを上げるとか、あと技術的に言えば、どういうんですかね、まあ、バッティングコーチの相談の中でね、自分のバッティングのスタイルを確立する、まあ、そういったところで、まあ、だんだんといいものができてきているのかなと、まあ、そういうのを思いますね。はい、ピッチャーの方で辰巳投手がかなりそうですね、まあ、ピッチャーの話今しませんでしたけど、まあ、言われたように、まあ、ピッチャーに関して言えば新人ピッチャーはね、うちの場合は高校生は、まあ、急いで試合に投げさせないという形でやってますので、まあ、3年目の辰巳、彼がやっぱり過去2年間というのは私見てはないんですよね、まあ、この1年に限って言えばもう体、フォーム、投げているボール、まあ、そういったところに、まあ、成長して、まあ、結果ウエスタンでありながらも6勝しているという形に出ているかなと思いますね。はい、まあ、一部の方も開幕して、まあ、1ヶ月以上経ちますけども、まあ、中村選手ですとか柳川投手が上に上がって、まあ、活躍する姿もあってですね、うん、はい、非常にこう若い選手に刺激になっているんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、いやいや今のね、いきなり名前が出ませんでしたが、今言った柳川もうその育成からここに来て、本当にこう体も変わったし投げてるボールも変わったし、まあ、1軍で1試合投げましたしね、非常にこう上でも通用するというところをこう見せられたのではないのかなと、まあ、中村に関して言ってもね、まだ4年目ですか彼はね、まあ、そういった中で、まあ、1軍でもヒットも打ちましたし、まあ、そういった意味では次の戦力としてね、先が見えてきたような気がしますよね。今シーズンからの3軍制度が、はい、導入されましたけども、この3軍ができたということで何か2軍に対する効果というのは感じられている部分はありますか？そうですね、まあ、今までは、1軍に上がるための予備戦力だとか、まあ、将来を伝える選手、またはリハビリの選手、まあ、そういった3つの役割を、ね、まあ、2軍という場所で果たしていたものが、まあ、3軍リハビリと分かれたことによって、まあ、今言ったそれぞれの役割が、ね、分担されたということで、より、まあ、監督をスタッフ含めて、ね、集中して、まあ、やれていると、まあ、選手に関しても、まあ、そういう周りの目を気にすることなく、ね、自分のやらなければいけないこと、まあ、そういったところに、集中してできているのかなと、まあ、そういった効果が現れていると思います。まだまだシーズンこれから、暑い夏に、なっていきますけども、これからこう若い選手たちに期待することをやってもらいたいことっていうのは、まあ、まずはやっぱり1軍は、ね、日本一目指して戦うわけですから、そこに向かって、必要な戦力に、ね、育っていくと、まあ、そういったのが一番大事であって、まあ、将来の1軍を目指す選手にあたっては、ね、自力をつけるというところに時間を割いてやっていってもらえればなと思ってます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。